皆さんこんにちは、モリアリです。ヤッホーヤッホーヤッホー、言えてないかな。ですね、先日ですね、ツイッターで私アンケートを取らせていただきました。で、次の髪色何色にするっつって、でですよ、ピンクのみとピンクのグラデとピンクと若干のグラデみたいなアンケートを取らせていただきました。で、私何色にしたんやって、若干見えたな今、何色にしたんやねっていう話でこんな感じになりました。ということで、ちょっとあんまりグラデーション今わかんないので、ちょいとほどきますね。グラデーションがあんまりわからないかもしれないんですけれども、今回は完全にここから全頭ブリーチをしました。いつもはこことかほら黒くなってると思うんです。今まではカラー剤かもうほんとピンシャンだけで染めてたんですよ。なんですけど、今回は全頭ブリーチをしたので、ピンクです。ちゃんとピンクになりました。で、このアンケート結果なんですけど、ピンクかその他のグラデになったんですが、ちょっと美容師さんと相談をして、その今ね、これ見えるかな、ピンクベージュのグラデを入れてもらいました。ちょっとわかるかな、このちょっと薄い感じのベージュが、はい、なってるのがわかるかと思います。上の方が明るくって、下の方が今薄いような状態になってるんですけど、だんだんともうこの前頭のピンクっていうのは、まあ、ピンシャンはしていくんですけど、まあ、抜けてはいってしまうと思うので、そうですね、これが持つのは本当2日3日ぐらいだと思います。で、だんだんほんのこういう感じのピンクに抜けていくと思うので、ホワイトブリーチをしてるんですけど、今回もエクステはシールでつけてます。シールが見えるところがあればいいんですけど、シールがなかなか、シール私が今つけてる美容院ってすごいシールがちっちゃくて、ほらあんまりわかんないんですよね。すごい綺麗につけてくれました。はい、ということで髪色はこんな感じです。多分合うとわかると思うんだけど、画角だとね、あんまり今ここまでが地毛なんですよ。だから地毛の方が今明るい状態だから、わかるかな、わかるよね。でもね、で、これを三つ編みして寝てます。ついでになんですけど、なんでいつも三つ編みしてそんなに綺麗にソバージュみたいにこうわーってウェーブになるんですかっていう質問いただくんですが、これは基本的に、まあ、ここからエクステになってるので癖はつきやすいです。なんだろう、別にトリートメントをしてから結んでるとかいうわけでもなくって、多分私の髪の毛自体もちゃんとウェーブを描いてくれてるから、ここはまあ自分の毛が硬いからなのかもしれないんですけど、特にワックスとかはつけてなくて、こだわってるトリートメントとかはあります。やっぱりこうこんだけね、前頭ブリーチとかして結構切れ毛とか溶けたりとかしてるので、でファニーボムつけた。トリートメントは美容院の業務用のをAmazon とかで取り寄せて使ってるので、よかったら概要欄にそれは載せておくので皆さん使ってみてください。5個ぐらい多分入ってて、業務用だから5個入りで、こんぐらいの大きさで3000いくらかな。でも、もう私1年ぐらい使ってるんですけど、まだ1パック終わってないぐらいなんですよね。毎日のようにこうやってトリートメントしても、で、ここのエクステの部分にはもちろんつけなくて、ここだけこうトリートメントしてケアをしてっていう感じなので、こことかね、そうですね、そこから傷まなくはなってきました。はい、なのでピンクの髪色どういう風に維持してるのっていう質問とかいろいろ来てたので、あとはもうその収集結果ですね。収集結果、多分写真とか見て、あ、モリアリ変えたなって多分思った人いると思うんですけど、ちょっとご報告が遅れてしまって申し訳ないです。ケアの方法とか、あと、まあ、いつも私が帰ってから寝るまでの間に、まあ、お風呂含めですね、何をしているかとかもね、いつか撮っていけたらいいなと思うんですけど、結構寝るまでが長いんです。なんでかって、今撮ってるの4時なんですね。で、帰ってきたの1時なんですけど、
で帰ってきてから寝るまでが長くって、寝る時間が 2,3 時間しかないので、まああながちその昨日の動画は間違ってはないんですけど、私寝てませんって動画間違ってないんです。ということで、私のあのピンクの髪、いつもケアどうしてんのっていう話題でございました。話題、はい、こんな感じです。ピンクです。ちなみにピンク好きなんですかとかって質問来たんですけど、好きです。ピンク星人なんで、なんていうんですかね、私キャラでピンクやってるわけじゃないんで、キャラで逆にここまでピンク集められたら天才だと思う私、はい、ということで無理やりでございました。では皆さん、せーの、おつあり、バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。もうこれから2時間ぐらい寝ます。